じゃん月曜日ソチェックはいお時間です。もう残り1試合少ないとこだと30試合ぐらいいやーもう終盤。でも、激戦。まさかのセリーグが混戦になるのか ?17 ゲーム差をひっくり返すのかパリーグは1位から4位までが2.5ゲーム差お。どんな展開になるのかさあ、今日も振り返っていきましょう。まずはパ、パリーグから。西武対オリックス。 19日3対4でオリックス。20日0対6でオリックス。21日3対1でセーブ。オリックスと2勝1敗で勝ち越しっていうところでしたけども、このオリックスのね、勝ち越しは、主位争いしていくっていう部分ではかなり大きかったかなと。ね。えー、セーブも、まあ最後ね、一回勝てたっていうところはかなり大きかったかなと思いますけども、19日ね、3対4でオリックスね、えー。この19日の試合のタイトルはこちらです。ミスしてごめんね。でも頑張ったよ。です。はい。セーブはね、初回。 ワンアウト、二塁からね、あの、森が、振り逃げでね、三振で走ったところ、ま、あ多分、あの、画像には、映像には映ってなかったけど、セカンドランナーのトノサギが、多分ちょこちょこしてたんだろうね。そしたら、若月がね、こう、セカンドランナー牽制しながら、ファースト投げたんだけども、まさかの低騰悪送球。で、ワンアウト一三塁になって、山川のね、レフト前の先制タイムリーになるっていうところで、若月バーッと。 あれ本当一発になるかもしれないようなプレイだったけどね。で、そんな中でね、4回表、オリックスはね、一気に2点っていうところで、今井ね、ちょっと荒れてたね、請球が。えー、この間4回ね、1番センターね、福田、センター前ヒット。で、あ三振するけども、吉田フォアボール。長谷三振するけども、胸フォアボールで、の、ツーアウト満塁、杉本押し出し。で、マッカーシーのところで、冒頭ーっていうね。あれはね、正直ね、取れない。 ボーリー、さすがにね。あそこ、この2失点をね、ミスからだからね。痛いね。でまあね、若槻の、このミスをね、まあなんとか、今井のフォアボールとワイルドピッチで、ね、取り返せるっていうところだったけども、まあ5回の表ね、ミスしてごめんね、取り返したよっていうところで若槻が、先代ホームランまあこういうね、ミスして、すぐ取り返せるっていうのは大きいね。しかも、先発山本だからね。しかもね、若槻は、あの3回にね、 1ワンアウト1入るから1、4、3ダブルプレイという一打つ気味ダブルプレイも取られてるっていう中からね、まあ、ホームラン非常に良かった。でもね、6回裏、ゲンダライト前、森ライト前、で山川のね、レフトタイムリー、でウネンティダブルプレイの間にね、一、えー、人帰って、えー、同点っていう。そしたら、ミスしてごめんねっていうね。若月がまた、本ダからライトスタンドでホームランっていうねル まあ、あ山本ね、若干苦しいんだけども、西武打線対応されてね、9回135球、9アンダー8三4 1 4球1デッドボール、3失点とね、関東まあ、見事なね、関東劇。ま、あやっぱりね、変えない方がいいよ。あの、前回変えてね、あの、負けてるから、もう山本はね、もう最後まで接戦は、もう投げた方がいい。俺はそう思う。ね。で、西武はね、今井6回125球、5アンダー7三振4 44球、3失点。やっぱフォアボールからがたらね、痛かったな、っていうところでしたね。で、20日、0対6ドリックス。 ね、オリックスはね、胸トンぐうのホットライン完成。あとはまああの先発宮城がね、八回百100球、5ワンで四3 4 29、無失点っていうところでね、素晴らしいピッチング、ストライク先行でね、緩急、えっとカーブとかね、外からスライダー、で、外にツーシーム投げながらね、えぇ、緩急をつけて、こちらね、宮城伏見のホットラインでね、えぇ、高リードだったと思います。この試合はね、二回、ね、ワンアウトから胸デッドボール、で、トンぐうがセンターのね、タイムリーツーベースで一点。で、7回には、 ワンアウトから、胸がね、え頭、ー、オーバー、ツーベースで。トングがレフト前タイプリー、ツーベースっていうところで、胸、本ホングトンとね、ホットラインで、8回はね、もう一気に、ボーター、ガシがね、餃子から変わって、先頭トオフがォ,ォアボール。で、大城ヒット。で、中川ね、レフト、エキストフライ。吉田、えー、がね、えー、吉田がヒット打って、ワンアウトしたのが胸が、スリーラン。胸。 これでまあ試合終了っていうところだけどね。で、セーブ先発要座ね。7回100球、4アンダー、3進0、1球、1デッドボール、2進点の。まあ安定感だね。これはもう攻められない。まあチャンスは少なくてね。2回。ここでね、得点できればっていうセーブはね、先頭ね、山川2ベース。で、こっからね。 中村さんしオーレディアウト。で、アイトがね、センター前ヒットに出るけども、ツーアウト一三塁で、ウネンティがセンターフライっていうね。この二回ぐらいにね、この一点取ってればまだわかんなかったけども、まあ宮城がね、素晴らしいピッチングっていうところで、でもヨーもね、素晴らしい。ボーダーカーシャがね、若干崩したけども、これもね、胸トングホットライってね、しっかり特定をしたっていうところが大きいしね。トングはね、ヨーに合ってるね、タイミングが普通に。だから渡辺俊介の、あの、 近鉄の時の北川さんみたいな感じもう何投げても打たれるみたいな。そんな感じのね、トングーはよざにね、非常にタイミング合ってたような感じがします。で、21日、えー、3対1でセ、えーブっていうところでね、まあこれはね、今日、えー、日刊スポーツに佐々木評論出てますけども、えー、非常にね、まずね、エンスから言うとね、6回87球3安で4三振無四球1失点っていうところで、ずっとね、エンスは、 左、対左、左率が高い。まあ、3割あるんだけどね、右には1割。その中でね、やっぱりその左バッターの外ストレート、外スライダーっていう、外中心も、もう100%外、逆球以外はっていうような投球パターンだったんだけども、オールスター明けぐらいからかな、こ左にもインコースちゃんと使うようになってきて請球も安定して、えー、この日もね、6回だったかな、吉田をね、三振取る時も。 インコースしっかり攻めて、最後カットボールで三振っていうところでね、そういう風にね、この一年間の中でも修正してきてるっていうね、ところでは、エンスのね、今後の活躍っていうのは、さらにね、期待できるようなピッチング内容だったと思います。その中でね、セーブ、この日はね、ちょっと長打が出なかったっていうね、まあヒットは出てるけど、最後得点に結びつかないっていうところでね、足を絡めて、まあもっと点取らなきゃいけないんだけども、しっかり点を取り切ったっていうところで、強さを感じたっていう中でね、えー、初回、ワンナウトからね、ンダセンター前、 で森フォアボールでワンアウト1、塁からね山川のレフト前、えー、タイムリーヒットでこう1点ねまず取るんだけどもでこの時もねこも山川のタイムリーでファーストランナー、森がねレフト前だけど3塁ちゃんと行ってんだよねでワンアウト1、塁になって目のねワイルドピッチで1点入ってくるっていうね、まあ、これは止めなきゃいけない、ね、ちょちょ止めなきゃいけなかったんだけども、まあ、そこねしっかり3塁まで行ってたからこそ一1点。 で2回の表ね、ねン宮にホームラン完璧にねホームランを打たれるんだけども、まあ、5回の裏にねウデンティンレフト前でアイドが、ね、バスタインドラン、ね、でそれでしっかりウデンティンもねサードまでしっかり来るっていうね、まあ、レフトのねマッカーシーが若干ね動きが鈍いっていうところもあるけどもそういったところも準備に入っている投入ていうのは三塁、進塁、ね、でワンアウト一、三塁になってピッチャーね山崎さが左に変わって。 インコースつまりながらもね、反対方向を意識して打ったのがね、ふわふわふわっとセカンドの後ろの落ちて。あれね、通常守備だったら普通のセカンドフライ。 でも、ウネンティンがサードまで行ったことによって、全身守備引いたから落ちたっていうね、こういう積極的な走塁っていうところがね、この得点に結びついて、まあ、なかなか点が取れないところで、足でね、掴んだ得点っていうところで勝ち切ったのがね、非常に大きかったからと。で、オリックスはね、このムクノギね、1回3分の2、55球、4安ンダー2、3チーム、3球、ーム、2ここでね、変えたのはね、あの、中島監督、投げ差しがちだけどね、もうまっすぐ抜けてたからね、全体的に、こう。 腕も離れてね、もうホームのバランスも悪くて。その後ね、村、村西、山崎、幸也、日が近藤、歌川、和月パックとね、非常にリーフね、まあ1点取られたけども、素晴らしいピッチングだったんで、まあ惜しかったけど、まあ今後のね、優勝争いにつながる、敗戦したけども、いい試合だったんじゃないでしょうか。まあね、結果としては2勝1敗で、オリックスの勝ち越しでした。えー、続いて、えー、楽天対オリックス。19日5対6で6点。20日5対2で楽天。 えー、21日1対0で、楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しね楽天をここね、負け越さなかったのが大きいなっていうところで、ロッテはね、初戦勝ちながらここで勝ち越せなかったのがシーズンの中にとってはかなり大きなダメージを負ったかなっていうようなね、ところですけども、19日ね、5対六でオリックス、ロッテっていうね、中で、えー、ロッテ先発、佐々木朗希、6回95球、5アで六三 63C、3一1デッドボール五失点、3本のホームランを打たれるっていうね、 あとね、4回までね、50球ぐらいだったんだけども、もう肩でいけしてね、胸もこう動いて、結構ね、肺が膨らんで、呼吸荒いなっていうね、なんか状態悪そうだなっていうところでしたけども、まああとね、4四 c 級っていうところがね、状態の悪さ。いつもフォアボールね、ほぼ出さないところが、4四 c 級っていうのもね、ちょっとね、あの、だから休息値は出てるけど、多分そんな言うほどね、すみはなかったんじゃないのかなっていうね、楽天打線が湿気値ね、対応してきたっていうね。で、まあ、 ロッテはね、この2回表に、あの、安田のホームランっていうところがね、あるんだけども、もう楽天はホームラン構成だからね、まあ初回ね、2アウトから、浅村フォアボール、で、島内がね、ライトにタイムリースリベース打つんだけども、もう引っ張れないと思ってるんだよね。 あの、ロッテはね、佐々木朗希を。だからもう全、外野が全体的に、あの、左守ってて、もうライトなんか宇宙間ぐらい守ってたから、ただ一、二塁間抜けただけなのに、スリーベースになるっていうね、えー、ところも、ロッテベンチからしたら5、3だっただろうね。で、先制それも、2回の表ね、えー、2アウトから安田がね、チェンジアップちょっと泳ぎながらね、あの、神宮で2本ホームラン打って以来の、お久しぶりですっていうね、ホームラン。で、えー、3回の表に、えー、1アウトから、小木野が2ベース。 高部アウトになるけども、中村フォアボール。で、ここね、山口の時に2アウト1、3塁で、ダブルスチールを決めて勝ち越しっていうところだけども、ここね、あの、もうタイミング見てたら、あれね、めちゃくちゃ完璧な送球してても、もうセーフなのね。っていうことは、もう見たわかるやん、隅谷ぐらいだったら。だから投げるのやめなきゃいけないね。で、その中で、ね、ミスコントロールでボールが高騰して、でもそれを見て奥義がホームに突っ込んでくるっていうところでは、バーッと、なんて投げたっていうね、ところで。 勝ち越しでも4回の裏にね、えー、先頭下内フォアボールで岡島はアウトになるけどもボギーがねライトスタートでーンスで、えー、ドホームラングッてナイスバッで5回浅村ライトホームランてナイスバッで4対2になってねおっと思う中でロッテがね6回表中村ホームボールで山口がねツーベースでノーアウト二3塁からレアードサードホールで本塁アウトで岡川フォアボールで安田、えー、三振取るけども代打菅野をねここで ピッチャーね、えー、石橋のワイルドピッチパーッと、これは、止めれます、はい。で、その後ね、菅野、フォアボール出して、松川にね、初球、センターオーバルツーベース、タイムリー3点、グッと松川に入ってもら、まあ、ここねあの、打たれるとか打たれないより、初球にね、石橋、ど真ん中だからね、そういったところはもうちょっと考えてピッチングしなきゃいけないんだって、まあ、それをね、よくね、えー、松川も打ったけどね。 で、このイニングね、フォアボール3つだからね、勝ってる状況で、それは痛いね。で、そのね、6回の裏に3イニング連続でね、えー、ホームラン、鈴木大臣がホームランを打つけども、まあね、リリーフ、唐川、ゲレール、オスナもね、しっかり締めるっていうところで、ロッテの逃げ切り。危ないね。ロッテとしては敗戦仕掛けだけど、しっかりね。 勝ち切れたっていうところは大きかったかなっていうね。で、この日でね、終わってますだからね、調整したいっていうところでね、2軍行きっていうね。まあ、これは良かったと思うよ。まあ、無駄にね、1軍置いててもね、本人もなんか変なバ,バランスの中でね、投げなきゃいけないし、メンタル的にもそうだしね。ここは一回ね、10日間ね、あの、抹消されて、しっかりリフレッシュして帰ってくるっていうところは、本人にとって良かったんじゃないでしょうか。もうちょっと早く抹消しても良かったなとは思うけどね。で、20日、5対2で楽天。この日のタイトルは、 ミスをミスで返し、それを生かせるか生かせないかで明暗、6回表裏で勝負が決まるっていうね、えー、ところでしたけども、まあこの日ね、5対2でね、えー、楽天の勝ちっていうところだけども、ロメロが、なんとね、5回までノーヒットノーランピッチングっていうね、ほぼチャンスない中で、楽天はね、5回、そこまでね、全く攻撃してないから、もうほと、ほぼね、完璧に抑えられてる中で、6回表ね、ロッテ。 山口センター前。で、佐藤のバンドをね、えー、マー君セカンドへフィルダー、ショイス。ノーバウト1、塁になって、で、岡がバンド。でね、鈴木大輔突っ込んでくるもん、若干ね、握り損ねて、そのままの勢いに投げて、冒頭悪送球、サードに。で、ここで1失点。で、ノーバウトに3塁になって、えー、菅のセカンドフライになるも、安田がね、その後レフトへ犠牲フライ打って、2点。で、その後シャットにショートゴロっていうね。ここを覚えておいてほしい。この2点、ね。で、その後、楽天の攻撃、6回裏ね。 で、先頭ね、小深田がライト前。で、盗塁。で、鈴木たちライト前タイムリー。ミスしてごめんね、取り返すよっていうね、一本。で、浅村がレフトにね、ツーベース。で、ここでね、チャタニがガチョーン。ガチョーン投げっていうね、戻したいよっていうね。あの、パってなってで、悪送球。で、鈴木大ちがホームに帰ってきて、同点。 で、その後、島内が、ツーラン。で、ピッチャーね、ここでね、ロメロから広畑に交代。で、岡島ライトフライにとって、模擬三振にとって、ツーアウトになるも、お声がレフト前。で、ここワイルドピッチ。で、サッと落としたね、ブロッキングのね、姿勢取らず、ミット上から出して、これ準備もできてないし、意識の欠如。バーッと。形作らなきゃ、なんでそうなるっていうね。で、ツーアウト二塁になって、渡辺がセンター前、タイムリーヒットっていうところでね、 5点っていう一気にね。で、楽天はね、もうワンチャンスをものにするっていう、この回のね。で、ロッテは1回からね、3回までチャンス作ってたんだよね。1回もね、2アウト1、塁になって、佐藤都也がね、アウト。で、2回もね、 ワンアウト二塁から安田が三振。で、ツーアウト二塁になってチャ茶谷がね、ファーストライナーでアウト。で、三回。ワンアウトから高部仲間が連続ヒットでね、ワンアウト一二に取るけども、山口三振、佐藤としてはレフトフライと。この一回から三回までに得点取ってないっていうところがね、結局後でね、痛かったなっていうね。で、あとはさっきのね、これ覚えといてほしいって言ったんだけども、あの、ロッテはね、二点取ってからのノーアウト二三塁から、一点しか取れてないんだよね。で、結果二点。で、 楽天はどうかっていうと、まあ、ミスがね、お互いのミスをミスでやり直して、で、鈴木、島内がね、ホームランを打って、で、その後もきっちりツーアウトからおえ、ドコタ渡辺のね、タイムリーっていうところで追加点を取れてるっていうね、このね、最後のね、つながりのダメ押しできるかどうかっていうところがね、結局、勝敗に影響したかなっていうね、ローベルはちょっとカッカカッカしちゃったかなっていうね、マー君もね、ちょっと自分のミスで失点してしまったけども、 まあね、7回91球、6アンド4 3一192失点とね、あの、球数も少なく、えー、素晴らしいピッチングだったと思います。21日ね、もう1対0っていうところでね、まあこの日はね、ロッツ先発、大島、6回6 6 9十7アンド4四4四9 1失点とね、もうこれはもう攻められないね。しかも、そのね、5回裏の1点もね、 あの、お声がセンター前打って、鈴木大地送りバントで、もうけ三振して、隅田にフォアボール。まあ、この隅田のフォアボールは言いたかったけどね。で、その後、小深田ね、ライトフライ。岡が白棒で見失って落とすっていうね。俺はカや,やったことないから、白棒の状態わかんないけども、落とすっていうね。これはどうなんやっていうね。えー、ところで、この石って、まあ、攻められないね。でもよ、あの、1アンダーだから、あのー、攻撃。それはね、もう勝てない。菅野の1本だけ。 もう、それは勝てない。その中でね、えー、楽天先発、藤平。5回3分の1、83球、1安打ダ三振3 4無失点とね、6年目で、本拠地のお立ち台初っていうところでね、グッピッチ。ね、低めにしっかり投げてたね、前回よりは。前回若干高かったけど、低めにしっかり投げてて、変化球も低めに制球できて、えー、素晴らしい。グッピッチ。 しかもね、この日のまあ、もう一つのね、ビッグプレーっていうのは、7回表ね、ロッテの攻撃、えー、先頭山口がね、フォアボール、で、ここでね、ダイソー和田が出てきて、菅野のね、ノーアウト一・塁の打席の時に、盗塁して、それを隅谷が刺す、グっで、これでかかったね、もうロッテはもうヒットが出ないから、勝負でも足でね、っていうところで、しっかりそこをね、防いだところがね、勝ちに、えー、繋がったかなっていうところではね、この7回表の和田の盗塁を刺したっていうところでは、楽天のね、勝ちに繋がるビッグプレー。 えー、だったからと。もう、あとはね、もう、ロッテほぼほぼ攻撃してないんで。で、楽天もね、なかなかっていうところだったけども、えー、そのね、相手のミスで1点取って、結局ね、2勝1敗で勝ち切ったっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。藤平、クピッチング。結果、楽天の2勝1敗で、勝ち越しでした。続いては、ソートバンク大日本ハム。19日、7対二でソートバンク。20日、9対3でソートバンク。21日、5対1でソートバンク。ソートバンクの3連勝 ここに来て3連勝は大きいね、カードね。19日ね、7対2でソートバンクっていうところで、ソートバンクの先発、バンドをね、5回3分の2、74球、1アンで6三振、無四球、1デッドボール無失点と、まあ、っすぐカットボール、フォーク中心に、カーブでね、緩急もつけて、非常にね、制球もまとまってたし、グッピチンだったんじゃないでしょうか。でソートバンクはね、3回裏にね、 えー、ワンアウトからシュートレフト前ヒット。で、今宮がね、ライト前ヒットで、ワンアウト一より牧原ね、レフトフライ。ツーアウト一塁になって、ここでね、えー、ワイルドピッチっていうところだけど、清水のね、遅いんだよね、ブロッキングの。この前、佐藤としゃもそうだけど、もう遅いのよ。遅いから取れ、止めれないんだよね。で、ランナー二三塁になって、で、そこで、柳田がね、センターへ2点タイムリーヒット。柳田くんピッチ。で、これでね、 二点入っちゃうっていうところでね。これミスで言いたい。で、六回裏ね、ノーアウト、えー、二三塁から、マキャラフォアボール、柳田がね、ライトでツーベース。ノーアウト二三塁から、デスパイデンがね、レフトへギゼフライ。まあ、これは仕方ないと思っても、そこからレフト氷が投げるときに、球プレインって抜けるっていうね。で、二塁ランナー三塁へエラー、バーッと。で、ここで、ポンセが、なぜか三塁へ離島、ポーク、バッと。どうしたルール。あれ、投げてたらいいけど、投げなかったらポークだからね。 ルールをちょっと知らなかったかな分かんなかったかなこれ、いって。言いたいね。で、7回表ね、やっと攻撃。ねピッチャー松本に変わって、ね、上川畑。で、今川がね、連続ヒット。で、近藤がライトでタイムリーヒット。でね、あの、フルカード。ダブルプレイ。ノーアウト一三塁でね、ダブルプレイ間に2点取るんだけども、8回裏にね。 え、デスパイネがレフトへタイムリーヒット。で、野村がね、代打センターへタイムリーツーベースっていうところで、もうジェーンドっていう形だけど、ポンセもね、六回91球、五アンダー5三振、194失点、自責点,点3と悪くなかったのよ。そんな全然別にね、あの、試合壊すようなピッチングじゃなかったけども、 自分のね、ボークっていうのもあるけども、ミスミスでね、無駄な失点したっていうところは、非常に、えー、痛かったなっていうところもあるし、あの、バンドがね、非常にいいピッチングした中でね、えー、国民よく点取れたっていうのは、ソートバンクとしてはいい試合展開だったんじゃないでしょうか。で、20日ね、えー、9対3でソートバンクっていうところで、まあ、ソートバンクね、コロナで大量離脱っていうね、でもその中で、昇格選手が大活躍っていうね、こうなったらね、強いよね。で、 ピッチャーね、えー、先発、えー、武田、ね、六、えー、6回3分の2、128球、九安で6三4 29、1デットボール3失点と、まあ、調子もね、はね、良くも悪くもないような感じ。でも、序盤失点もね、踏ん張ったかなっていうね、だからこうね、えー、日本もね、初回、えぇ、ー、コントのね、ライトへタイムリーヒットで行って、で、2回も、えー、佐藤隆生がね、セーフティースクイーズっていうところで、着実に1点取りに行ってね、いい形だったんだけども、ね、 この日、日本もね、先発、噂は、4回3分の1、100 9安打、7三振、三四球、8失点という中で、4回裏にね、この、ビッグゲームっていうね、ところで、先頭、柳田がね、ライトマイヒット、デスパイにフォアボール、で、谷川アウトになって、野村アウトになって、ツーアウト、ね、ツーアウトに三塁になるんだけども、ガルビスがね、タイムリーツーベース、で、佐藤直樹、レフトスタンドホームラン、ガーッツ、ね、プロ入り、初ホームランでございます、ね、 で、ホームランを打って。で、回がね、レフトツーベース、ここで終わらない。で、今宮フォアボール。で、高々ライトでタイムリーヒット。で、打者一人、柳田センターのタイムリーヒットで、計7点。ビッグイニング。グッダセね。こうやって、ツアーアウトなんて終わりかけかっていうところでもう一回点取って、佐藤がホームランを打って、それだけで終わらないで、そこからまたね、えー、連打続いて点取っていくっていうのは素晴らしい点のね、取り方。で、5回裏にね、ワンアウト満塁から。 海外ね、センターの犠牲フライ。この一点でもう勝負あったっていうね、えー、感じだったね。で、日本はね、えー、骨折から復帰当番っていうところでね、噂でしたけども、ちょっと飾りずビッグイニングね、えー、取られちゃったかなっていうところで、9対3でソフトバンクの圧勝。 ね、で21日、えー、5対1で、えー、ソフトバンクというところでもうこの日は、ね、ホームラン祭りなんだけども、えー、ソフトバンク先発技、ね、5回66球3安打2三振2四球1失点と非常に、ね、いい形でまとめてでそこから下、ね、位、えー、の加、えー、山、松本、藤井、モイネログッドリリーフ、ね、いい形でリリーフを、ね、しっかり踏ん張ったかなという、ねえー、ところで、ねえー、日本もム先発、加藤7回87球7安打4三振無四球4失点と、まあ、もう一発構成に。 やられちゃったかなっていう中でね、ソフトバンクは2回の裏、デスパイナがね、レフトスタンドホームラン。で、3回の裏、ワンアウト、一塁から野村勇美が、ライトスタンドへツーランホームラン。これもね、その前の今宮のね、ファールフライ、長嶋ッキー。パッと、エラー。で、ここからレフトマヒットになってね、この2点っていうところに繋がって。で、5回表にね、その長嶋がね、ワンアウト3塁から疑比打ってね、1点取り返すんだけども、 6回ぐらいね、柳田が、ね、片手で、ね、ライトスタンドへホームラン。で、8回に、えー、野村さんがね、2本目のホームランっていうところでね、ね、えー、1939年、83年ぶりの鶴岡さんに並ぶ、球団新人最多、1五ホームランっていうね、えー、ところで、素晴らしい新人記録。グッドホームラン。ね、日本はね、6回表、この無得点、これがね、 キーポイント、えー、だったかなっていうね、ところで、6回表ね、ワンアウトからだけども、ね、近藤清宮がね、連続フォアーボール。で、ワンアウト1、2から今川三振。でね、宇佐美になって、茅野から、茅野からね、茅山、ね、に代わって三振。ここがね、無得点。ここで1点、2点取っとけばっていうところでね、ここの無得点はね、痛かったかなっていうね。あとね、2回表。ね、ワンアウト1、3、塁から、八千代ね、サードゴロー ガルビスが取って5-4-3ダブルプレーナイスハンドリング。あれす、あれもし抜けてたらね、っていうところもあったんで、このね、ポイントポイントで日本はね、勝ちチャンスあったけども、そういったところね、まあ投手陣ね、リリーフっていうところとね、このガルビスの守備力っていうところがね、大きく、えー、勝利に貢献できた。まあホームランっていうところでね、この目立つ、 ところもあるけども、この2回表の,のガルビスの守備っていうところと、6回表のね、この回のね、フォアボールバタバタしたところをカイでね、カ、う、ヤ、ん、までしっかり抑えるっていうところのね、コンリリーパーの活躍っていうところは、非常にね、この勝利にとっては大きかったんじゃないでしょうか。結果ね、ソートバンクの3連勝でした。続いては、中日対ヤクルト、セリーグです。はい。8月19日、4対3で中日のサヨナラ勝ち。 20日2対7でヤクルト、21日5対2で中日、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところでヤクルトがここに来てね、なかなかっていう中でね、この負け越しはちょっとね、あどうなるんやっていうような展開。まあドラゴンとしてはね、勝ち越し、これ最下位脱出もね、見えてきたっていうようなね、試合展開でしたけども、15日ね、4対3で中日っていうところで、お互いミス カラー知ってはいたかったけども、最後はチャンスで一本出るか出ないかっていうようなね、試合展開でしたけども、ヤクルトはね、2回表、えー、3点取るんだけども、ここでね、村上がライトに2ベース、オスナがね、レフト前ヒット、ノーアウト1、3塁からね、オスナのね、ピッチャーゴロをね、大野が取ってね、ね、えー、村上が挟まれた中でね、大野が走りながら3塁投げたら、後頭悪送球で、まさかの2点入るっていうね、 投げた瞬間バッと。自分でも分かってると思うけども。でね、2点取って。で、その後ね、内山も三振。で、長岡ね、アウトになるけども、小川がね、センターオーバー、タイムリーツーベース、小川。ナイスパッティーで、この一気に三点。これで勝ったからと思ったけどね、この中で言うと、ノーアウト二塁から内山、これ三振しちダメなのよ。しっかり逆を向ね、最低でも進塁打打っていかないと。でも、小川がね、取って。ね。で、その中ね、3回裏。ね、ここも。 土田のショートゴロ、長岡。ファンブレイラー、パーッと。で、大のグりバント。で、小林がライトでタイムリーヒット。これ一点こ。結局こういうのは、でかかったね。お互いこのミスのやり合いっていうね。で、えー、6回の裏ね、小林、センターのスリーベース。で、三好三振するけども、ア部ビシエドフォアボール。で、ワンアウトマンィーから木下がね、レフトへ同点タイムリーヒットっていうね。ところで、このね、ア部ビシエドのフォアボールが痛いね。やっぱこのね、フォアボールなかったら、1点、 同点にはなってなかったと思うんだよ。だこういったところ、ね、この無このなフォアボール、このね、小川もね、これなければっていうようなね、ところだったね。で、ヤクルトはね、この6回、8回に1本出ずっていうところが痛かった。この6回ね、村上ライトマイヒット、このサンタのね、6、4、3、ダブルプレー、でね、ツーアウトからオスナね、悩んだ。で、ここ、盗塁成功するんだけども、内山はね、三振っていうね、ここのチャンスメイクしてね、取ってできなかった。で、7回表もね、 あ8回、8回だ、6回、8回。8回も、先頭ね、えー、ピッチャーロドリゲスに代わって、青木がね、内野安打。山田、フォアボール。ノーアウト1、2から村上キャッチャーぐらい、サンタナピッチャー頃オスナがね、えー、サードゴロで、これね、クリーンナップでね、1点取れないっていうところもね、結果痛くってね、チャンスで1点取れない、ムーンってしてる間に、9回裏ね、えー、ピッチャー清水、先頭木下がね、スリーベース。ね、で、ここで、 ダイソー・高松、でノーアウト3塁、後藤三ツ俣、新国経営でね満塁策、まあ、これは満塁策取るね、だってもうめっちゃ内野、前進守備しないと、多分高松突っ込んできてね、ギャンブルスタートで、本塁なかなかね、できないというところでは、まあ、これはもうね、仕方ないというところの作戦だったと思います。でその中ねね、えー、辻田がライトで タイムリーヒット、エラーしてごめんねっていうところでね、えー、最後さよなラ勝ちっていうところではね、ヤクルトとしてはちょっともったいない負け方だったね。でドラゴンとしては最後ね、しっかり勝ち切るっていうね。まあ、今度木下のスリーベースがね、大きかった。クパッティ。ね。で、20日、えー、2対7でヤクルトっていうところでね、えー、結局、村上様っていうね。で、あと、キブレハンもね、いいつなぎしたよっていうようなね。 試合展開でしたけども、ヤクルト先発原ね、6回84球、5アン三三3三進、3四球、1失点と。まあ、三吉にね、3回裏ホームラン打たれるけども、内外ね、しっかり使って、幅使って、カーブで緩急つけて、非常にね、グッピッチン。三吉もね、グッパって、ね。で、中日小笠原先発、6回3分の2、126球、8アンダー93進、34球、1失点,点と。ま、あ四,四球絡みで失点してんだよね。ここはもうヤクルトの打線のプレッシャーかっていうね、 えー、ところだったけども、まあ、もったいないっていう中でね、まあ、2回の表も先頭ね、村上フォアボール、オスナ三振取るけども、中村レフト前ヒット、で、オスナがね、サンタナがね、えー、村上がフォアボール、で、サンタナがね、三振、で、中村レフト前ヒット、ワンナウト一、三塁からオスナがね、レフトへのタイムリー、で、長岡つないで、原樹里のところで押し出しのデッドボールっていうね、中でまあ2点、まあ、ここもね、フォアボールから始まってるし、で、3回の表もね、村上のバックスクリーンへのホームラン。ね で3回の裏に、ね、この三好の、ね、ホームランで中日も1点取って、ねまあ、前日と同じようにここから逆転かっていうところだったけども7回の表ね、ね、えー、ワンアウトから山田フォアボールキブレハン、ねえー、ツーベースで2、3塁塩見のセンター犠牲フライで村上がチラ,ライトスタンドにあのインコースめっちゃいい球だったけどね超いいところで厳しいところだったけど完璧に振り抜いてね ホーブランまあこれでね、えー、ゲームセットっていうね勝負ありっていうところだったけどもまあこの8回もね長岡のレフトへのタイムリーで打たれるねと得点取るんだけども全部のねほぼほぼ全部のイニングフォアボールがね絡んでるっていうところではねそこはやっぱり気をつけなきゃいけないなっていうね、えー、ところもあるけどももうね先発を抑えて村上様が打ったらそれは勝つねっていうようなね試合展開 21日ね、5対2で中日っていうところでね、村上がね、この日4打席ノーヒット、その中でね、2支球っていうところでね、もうここはもう徹底的にやっていこうっていうね、ドラゴンズバッテリーのミーティングのね、成果が出たかなっていうところで、まあ1、4、6、7、このね、チャンスに1本出ずっていうところがね、ヤクルトはやっぱり痛かったかなとね、えー、初回、ワンアウト2塁からね、 塩見三振。で、村上ここね、もう一塁もいてるから、フォアボールであるかされて、サンタナがね、えー、三振。で、4回。ワンアウトから、村上サンタナね、連続フォアボール。で、中村から、6、4、3、ダブルプレイ。で、6回。ワンアウトから、塩見はがね、センターへのスリーベース。で、ワンアウト三塁になって、村上レフトフライ、サンタナ三振っていうところで、無得点。7回。ここね、あの、ツーアウト一、三塁から、ね、山田のサードゴロ、安部はね、悪送球って言ってね、こう2点入って、 同点になるけども、その後ね、ツーアウト2からキブレハンね、レフト前ヒット、ツーアウト1、3塁からシューメがね、ライト前、ライトフライでアウトっていうところで、ここでもう1点っていうね、ところを取ってればっていう中でね、このアベラークソキューパッと、一時同点ね、その中でね、えー、ドラゴンの先発ね、えー、上田、インコースね、しっかり、右、左関係なくインコースね、しっかり投げ込んで、その中でね、チェンジアップ。 スライダーカットっていうところでね、変化球との緩急をつけながら、腕もね、ちょっ若干遅れ気味に出てくるんだよね。遅れ気味に出てきて球持ちいいから、バッターとしては急速出てなくても、急速以上のね、体幹のストレート感っていうのはね、非常に感じてたんじゃないでしょうかっていう中でね、上田ね、5回94球、3安打73439無失点と、非常にね、勝ち星ね、つかなかった。阿部のね、エラーで同点になってたからね、勝ち星つかなかったけども、いい形のね。 ピッチングできたんじゃないでしょうかね頑張っていればそのうち勝ち押しつきますねで中日はね、えー、5回裏このね小沢先頭大野のフォアボール痛かったで石垣送りバンドで辻んがねセンター前ヒットワンアウト一三塁からもう勝負かけてね代打平田でここでねレフト、えー、オーバーのタイムリーツーベースっていうねで一塁走者の辻んがね本塁アウトになるんだけどもツーアウト三塁からね岡林がレフトへのタイムリーツーベースでもう1点取るっていうねこれ岡林のヒット バッティング、ね、大きかったこう、ね、ドラゴンズはもうね、この連戦はね、欲しいところで必ず1本出てるっていうね、この打点のつながり、非常にいいね。でね、阿部の悪送球で同点に追いつかれたその裏にね、7回裏ね、ね大野、ピッチャー、木澤に代わって、フォアボール、これまた痛い。で、石垣、送りバンドで、辻田がレフトへのタイムリーヒット、1点取るっていうね。えー、で 8回もワンアウトからね、アベヒット、デビシエードフォアボール。で、後藤俊太がレフトでタイムリースリーベースを打って2点。で、これでまあゲームセットっていう形になるんだけども、もうね、この5回も先頭大野がフォアボールでしょ。で、7回も先頭大野がフォアボールっていうね。で、まあ大野がね、しっかりね、そこを見極めてフォアボール取ったっていうところは大きいけども、大野のね、で、フォアボールはね、 これは痛いよ正直ね、そんなびっくりするぐらいね、申し訳ないよ、もう打つわけじゃないのに、こういったところでね、フォアボールを出すっていうところが失点に絡んでるんで、だからもうね、あの前日のね、ドラゴンズが失点からフォアボール絡みでね、点取られて、全く同じようなことをね、この21日ヤクルトがやっちゃったっていうところではね、非常にこのねもったいない敗戦の仕方っていうところでもあるし、ドラゴンズとしてはね、この3連戦ね、確実にね、 点取っていけたっていうところがね、この2勝1敗で勝ち越しっていうね、えー、試合展開に繋がったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しでした。えー、続いて、巨人対阪神。19日0対4で阪神。20日1対5で阪神。21日1対6で阪神。阪神の3連勝巨人まさかの6連敗ねタイガース強かったね。 15日ね、4対0で阪神っていうところで、この試合はね、もう両先発高頭もっていうところでね、阪神先発西ね、9回122球、3安打ー3三3四球無失点と、もう言うことなしっていうね、ミット、構えたところに行くっていうね、中谷はインコースね、どんどん投げて、岡本にアウトコースの出し入れしてっていうね、あのヒーローインタビューでね、西が言ってたけども、 坂本とね、しっかり打ち合わせをして,てっていうところでね、意思の疎通をしっかり図りながら、ピッチング内容もそうだけども、配球っていうところもね、あの、こう、コミュニケーションをしっかりとって意思の疎通してね、しかもそれを投げ切ったっていうところがね、非常に西、グッピッチング、素晴らしかったと思います。で、巨人先発ね、山崎、えー、6回84球3安打2三振、えー、無四球1失点と、最後はね、なんか爪が割れて交番っていうところになったけども、もう請求抜群でね、グッピッチングだったわけよ。ね。 本当に両先発ね、素晴らしいピッチングだったかなと。で、阪神はね、もうクリーンナップが仕事きっちりっていうね、ところでね、7回表ね、3番ロハツ、レフトへのね、ツーベース。で、ここでね、爪が荒れてピッチャーね、今村に変わったけども、対左に対してね、佐藤がレフト前タイムリーヒットで1点を取って、で、8回ね、ピッチャーね、巨人は平内からクロールっていうね、で、西がセンター前。これが痛いね、ピッチャーに打たれたっていう。で、中野がね、えー、セーフティーバンドでね、セーフ。 ね、で、島田、ここでね、バント失敗。バーッと。ね二2号タッチアウト。みたいなね。で、ロハスアウト。で、ここでね、チャンス出したかってね、えー、巨人はね、で、阪神はチャンス一したかっていうところだったけども、ツーアウト一、三塁から、佐藤がね、センターへのタイムリースリーベース。で、おお大山ね、フォアボールでランで、で、クロールがね、えー、ワイルドピッチっていうね、大城股の下抜けるっていうね、バーッと。ねで、ここでね、 きっちり3点取って、まあこれでもうね、ゲームセットでね、巨人は全体的に3アンダーだからね、もう打つ手なしっていうね、で、終盤までね、西がしっかり踏ん張ったことによって、打線がね、ポンポンポーンとクリーンナップはね、いい仕事して勝ち取るっていうね、試合展開としてはもう、阪神は完璧な試合展開でしたね。で、20日1対5で阪神っていうところで、阪神先発、藤士並ね、7回108球、6安打5三振無地球1失点。もうね、この日。 mbs ラジオで解説してましたけど、それを聞いた皆さん、もしくはね、ラジコでもう一回聞き直してください。ね。藤並が投じた。二球目で。今日の藤並はもう多分打たれない。すごいいい形のピッチングすると思う。で、まあ、結果ね、でそこから話も続くからね。あの、まあ、打たれる打たれないは、相手のね、あの、打線の都合もあるけども、間違いなくいいピッチングしますっていうね。前回の総チェックテーブに言ったけども、縦振り。 できてるときっていうのは、やっぱりね、この球筋もいいしね、このボールの話どころもいいし、非常にね、いいラインが出て、いいピッチングするのよ。横振りになったら危ない。縦振りはいい。2球で行けますっていうね、言ったのよ、俺。そしたらよ、結果、素晴らしいピッチング。しかもね、この日ね、スリーボールになってもね、あの浅くに握ったフォーク。 これがね、請球抜群で、しっかりね、ボール先行してても、ストライクゾーンに投げれてね、で、それで、ボンダ、セカンドゴールとかね、左バッターにも、ボンダで打ち取っていくっていうところでは、非常にね、グッピッチング、素晴らしかったと思うし、キャッチャー梅野のね、その選択っていうところも、非常にね、良かった。しかも、コントロールもね、大きくこう,、ねこう、ばらけることなく、安定してて、非常にナイスピッチングだったね。で、巨人先発掘ったね、3回56球、5安打五5三振、1、4、球3、失って、俺ね、状態悪くなかったと思うのよ。 でねこの梅野のタイムリー、この2回の表のね、ツーアウト1、2からの梅野のタイムリーのも、その前のね、ストライートをね、めちゃくちゃ振り遅れてるのよ、真ん中ね、だから、ああま、っすぐ振り遅れてるなと、逆方向、もしくは変化球意識してるのかなっていうところでね、ストレート続けたらね、めっちゃ振り遅れてたのに、めっちゃインパクト、あのコンタクトして、タイミングあったのよ、だからそこの梅野の修正力っていうところはね、非常に、グッパッティング、えー、だったかなと。 思います。で、この日ね、あの巨人は、あの来たがね。 育成から上がってきて、バッテリー組んくんだけど、一番ね、おやって思ったのがね、2回表のね、2アウトからロハスがセンター前。で、ここで佐藤がね、センターバックスクリーンにホームランね、2球目打つんだけども、1打席前ね、佐藤に対して、インコースめっちゃちゃんと投げて、サードファールフライに打ち取ってね、しっかりスイングさせてないのに、ワンボールからアウトコースストレート行ってホームラン打たれてるんだよ。これはね、佐藤、アウトコースの方が絶対、打つかどうか別として、いいスイングすることは間違いないんだよね。で、考えたときに、アウトコースでカウント取りっていう、 のはこれはねダメだと思うんだよ、ね。これミーティングもそうだしちゃんと言ってないのかわかんないけどそれだったら一打席目ねしっかり打ち取ってるんだからもう打ち行くべきだのね。そういったところはね見ててうんと思ったね。で、阪神はねあの4回、えー、表もね井戸原がレフト前で、えー、木波ライトフライで梅のフォアボールでここでね藤波がワンアウト1、2塁からバンと決めんだけどめっちゃうまいもう野手よりうまいあの三塁のバンドナイスバント、ね。で、その後 あの、中野がね、サード内安だね。岡本よく取ったけどね、おこ起き上がりながら若干足がよろけてね、ファーストにね、えー、送球が遅れて内安だその後、島田がね、ツーアウトからセーフティーバウンド。ね、ナイスバウンド。ね、これで2点とちきって、で、5点差。で、まあ、6回裏にね、丸がホームラン。丸がね、 藤波に相性がめちゃくちゃいいのよ。で、丸がホームランを打つけども、もうこのままね、藤波がしっかり投げて、7回まで投げたっていうのも大きかったね。で、その後、えー、浜地が投げて、最後はケラーっていうところでね、勝ち切るっていうね、この藤波の好投、ね。で、あとはこのね、梅野のタイムリーとかね、佐藤のホームランっていうね、きっちり取れる時に取るっていうね、しかも島田のセーフティー、あれは素晴らしかった。ね、グッョ。ね、っていうところで勝ち切ったっていうところはね、素晴らしい試合展開。でもね、2球で藤波の好投を見抜いた佐藤け どうですか皆さん、MBS ラジコ聞いてください、そこに紹介あります。はい、で21日ね、えー、1対6で、えー、阪神という,いうところでね、えー、阪神先発、才ね、えー 6, 回えー、6回3分の1回、分の回87球、4安打7三振、2九、1失点。まっすぐ走ってるでしょ、ほーくぶり落ちるし、もう伸びきれ、完璧なピッチングね。で、えー、うん 先制ね、2回表、えー、巨人先発シューメーカーね、えー、中野がセンター前ヒット。で、ここでね、えー、島田の特に、県ス悪送球、パッと。で、えー、島田アウトになるけども、ロハスレフト前。で、佐藤がね、タイムリー。で、大山ね、内野安打からの糸原ね、犠牲フライっていうところできっちりいて。で、4回の表にも、えー、島田のタイムリーヒット。で、6回も。 ロハスジュニアはね、えー、ワンアウト二三塁から吉川のね、ホームフィルダー消失っていうところでね、間に合わなかったっていうね、えー、ところで、一、えー、点取って、二回ね、大山のセンター前タイムリー、もう着実、先生中押したもよし、完璧でございます。で、再近がいいところ投げて、で、しかもね、大山がコロナ明けで、えー、帰ってきて、ね、あの、4打数、 4アンダーとあ、5打数4アンダー2打点とね、まぁ、あ、とこっから復調の兆しでね、これでもう全員が安心で、これいけるなっていうね、ところではもう完璧。ジャイアンツのね、いいところを探すのがね、えー、難しい。もう全体的に失点です。はい。乾、え、杯、ー、です、ジャイアンツ。はい、えー。阪神の3連勝で完璧な勝利でした。 え続いては DNA で広島。19日8対3で DNA。20日6対5で DNA。21日3対0で DNA。DNA の3連勝フォーム ?18 連勝かえぐいね。マジでね。19日8対3で DNA ね。DNA 出せん爆発。3ホームランで。 解消でございます。しかも先発大抜きもね、5回3分の1、1 0球、9アンダー6三振無死球3失点と。まあ3失点するもね、粘りの投球、このね、無死球っていうところがね、やっぱり大きかったと思う。で、9アンダーされるも、丁寧にね、低め構成しっかり投げて10勝目っていうね。で、まあリリーフがいいからね、早めに変えられるっていうところもね、えー、しっかりとした解消にね、つながったかなと。 で、広島はね、13安打するも得点に結びつけられずね、3得点のみっていうね。で、玉村はね、4回69球、4安打234、2九4失点と、まあ、大抜きとの違いはやっぱりフォアボールかなっていうところが失点に絡んだったかなと。結局ね、フォアボール絡みで4回裏ね、3失点してるっていうところも痛かったしね。まあ、6回表よね、矢野のスクイズの空振り。 フォークボールでね、難しい低めだったけども、空振りはバット、やっぱ当てないとっていうね、えー、ところで、えー、d ヌ n a はね、2回裏に牧がね、ホームランを打って先制、で広島はね、4回表にマクブルーがね、内野ゴロの間に行って、で坂倉がね、ホームランというところで勝ち越すんだけども、こ先ほど言ったね、4回裏に佐野がね、センター2ベース、牧三振、で宮崎フォアボール、外三振、芝とフォアボール、ツーアウト満塁から、ネがね、センターへの逆転タイムリーツーベース、峯。 だけどもね、結局このね、外と柴田のフォアボールがね、言いのよね。で、6回表に、磯村のライトへタイムリーヒットでね、1点取るんだけども、ね、6回裏に宮崎がね、ホームラン。だから取られてもすぐ取り返す。しかもホームランっていうところがね、DNA 大きいよね。で、8回裏には外がね、スリーランホームランでゲームセットっていうね。 心ででも全員が打ち出したっていうところではね非常にね、手強い、先生ね、中押しダメ押し、完璧だったし、取られて若干雲行き怪しいなっていうところですぐ取り返すっていうところもね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。で、20日ね、6対5で d n a っていうところでね、広島はね、初回ツーアウトから、秋山センター前、でここでワイルドピッチ、嶺井、あとこういうところね、ちゃんとしたら、もう手だけでまた行ってやってるじゃん。あとそういうところ、ちゃんとしたらもっといいね。 選手になっていくんじゃないのかって個人的には思うけどね。で、その後マックブルームはね、レフトでタイムリーヒットっていうね、このミスでね、えー、1失点、えー、されるわけだけども、初回の、で、ね、この DNA、2アウトから、3ライト前ヒット、で、マキがホームラン、エミアズ崎ホームラン、ね、向こうはポンポンって点でやっと取ったのに、こっちはもうね、ポンポンってホームランでね、3点取るっていうね。で、5回の裏、あの、2アウト1、サでいいから。 がねライトへタイムリーヒットで佐野がねライトへタイムリーツーベースでホームね連打でつな、えー、がってで7回表にねあの相澤のタイムリー松山のタイムリーヒット、ね、で堂林、えー、のタイムリーで5対4と1点差に追いつかれて8回表にね、えー、マクブルームのホームランで同点になった時はねおっと思ったけどもだら取られたらすぐ取り返す8回裏にねあの代打、伊藤光。ね センターのタイムリーヒットで勝ち越しっていうね準備してましたってね言ってましたけども、まあ、広島先発、ね、エンド、えー、5回90球7安打2三振2 4球5失点と、まあ、ボール先行した時に簡単に甘めでねストライク取りに行ってもうちょっとね状況とか考えながらコースとか低めとかね投げていかないとそこポンポンって今の今日、ね 校長 DNA 打線は見逃してくれないからね、そこをちょっと仕留められたかなっていうね、ところもあるし、DNA はね、き地ちり最後代打でね、1点取るっていうね、もう素晴らしい勝ちだが。で、広島はね、9回表に1アウト3塁からね、堂林のサードゴロね、タッチアウトになるけども、3塁ランナーそ、そのね、勝負かけるけども、これはもうね、仕方ないね。もう勝負かけて突っ込んでね、サード宮崎もね、完璧に取って投げてね、アウトっていうところではね、そういうね、無駄な失点をね、えー、させないっていうところではね、 非常に大きい、えー、勝利、えー、ギリギリの勝ちっていうね、えー、ところだったかなと思います。21日ね、3対0で DNA の完封勝ちっていうところだったけども、もう DNA は3イニング連続でホームランで3点。もうどんだけホームラン打つんやっていうね、えー、初回、くすもとかね、ライトスタンドでホームラン。で、2回ね、えー、京山がピッチャー、レフトスタンドでホームラン。京山、頑張って。で、3回、えー、牧がね、えー、ホームラン。牧。 ね、でこれで3点取って、まあ、そのまま、ね、逃げ切りっていうところだったけどもカープはね3回、5回、7回チャンスあったのよそこで点取れなかったのは痛かったねで3回はね矢野がレフト前ヒット打ってピッチャー大道送りバントしてワンアウト2塁からし林、ね、初木がアウト点取れずっていうねで5回ツー、ね、アウトから連続ヒットでツーアウト2、3塁チャンス作るんですけども初木がねレフトフライで得点デキスできずで7回坂倉ねヒットで矢野のデッドボールでワンアウト1塁チャンス作るけども代打松山はね えー、このファールフライ、サード、宮崎、とだーんてフェンス行きながら、宮崎、グップレー、ね、前日のこのフレーム、カレーだったけども、ね、でその後あとしかが、ね、フォアボール、で長の、ね、ツーアウト満塁からねピッチャー、伊勢の最後、ど真ん中ストレート、ね、振り遅れて三振っていうねところでチャンスあるけども、まあ一本出なかったっていうね、でね d n a、ねえー、先発、えー、京山。 6回3分の1、104球、6安打6三振で1デッドブル無失点と腕もしっかり振れててね、特にカーブで緩急ついたなっていうね、あと低めにやっぱっぱりしか丁寧に投げれたっていうところもね、えー、大きかったし牧はね、ホームランを打って球団初の新人から2年連続2十号ホームラン、グッと投げてしまって広島先発、大道、ね、4回78球7安打1三振1、球3失点と。 まあちょっと言い方悪いんだけどね、あのどれも普通っていうね、あの安定感あるよ、どれもね。でもこれっていうね、球がないから、そういうのをね、ちょっと見つけていくか、もっといろんなことの精度を上げていかないと、なんかがね、普通にいいピッチャーっていうね、えー、ところになっちゃいそうな、えー、ピッチングにね、えー、見えましたね。でも d n a でね、だ、なんだしか打ってないからね。 その中でパンパンパンってホームラン。だから京山のホームランがね、広島としては言いたかったけど、京山もね、ナイスバッティング。結果ね、3連勝っていうね、ところでね、順位も2位ですけども、首位ヤクルトにね、4ゲーム差まで行きました。どうなっていくんでしょうかね。このままのね、試合展開っていうね、ところではこの DNA の3連勝大きかったですね。グーゲーム。さあ、ということで、ベストで発表していきましょう。8月ね。 甲子園、今日決勝戦というところでね、今日で一言はね、出身地になっていきます。はい。パリーグから、ね、ピッチャー、オリックス、宮城、沖縄出身。キャッチャー、オリックス、若月、埼玉出身。ファースト、西武、山川、沖縄出身。セカンド、ソフト,トバンク、野村勇、兵庫出身。サード、オリックス、宗東京出身。ショート、ソフト,トバンク、今宮、大分出身。 レフト、日本ハム、近藤、千葉出身。センター、日本ハム、今川、北海道出身。ライト、ソフトバンク、柳田、広島出身。DH、ソフトバンク、デスパイネ、キューバ出身。リリーフ、楽天、松井行き、神奈川出身。セリーグ、ベストライン、ピッチャー、阪神、西行き、三重出身。キャッチャー、阪神、梅野、福岡出身。 ファースト、DNA、外プエルトリコ出身。セカンド、DNA、マーキー、中野出身。サード、ヤクルト、村上、熊本出身。ショート、阪神、中野、山形出身。レフト、DNA、佐野、岡山出身。センター、阪神、島田、熊本出身。ライト、阪神、佐藤、兵庫出身。リリーフ、DNA、山崎康さ 東京出身ね。こういう風に出身地で、あ、知らなかったっていう選手もいると思うんで、今回はね、夏の甲子園もやってますし、出身地っていうところをね、ピックアップしてみました。さあ、ということで最後にですね、えー、パリーグ、エキサイティングモーメンツやってますけども、そのね、えー、この3連戦の一番熱くね、盛り上がったシーン、こちらです。ソフトバンク、野村勇選手、球団、新人、二桁本塁打。 83年ぶりっていうところでね、このホームランをピックアップしてみました。皆さんどうでしたかはい。さあ、続いてねえ、次、明日から巨人中日、ヤクルト広島、阪神 DNA、ね、おわー、阪神 DNA、もう阪神最後のチャンス、ここ頑張って勝ち越さなきゃ、日本もモリックス、で、楽天ソフトバンク、ロッテ西武、ロッテもこれ西武にどうなんやっていうね、ところで勝負のね、えー、6連戦になると思います。さあ、ということでね、えー、今週も、 どういった試合展開になるのか皆さん最後ラストスパートです。最後まで佐々木総チェック。ぜひ一緒に頑張って楽しんで見ていきましょう。それでは今週もナイスベースボール